Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日は頑張ってる時は実は間違いの時もあるっていうことにお話しできればと思います。ね、どういうことかっていうと、やっぱりね、この日本っていう島では努力を続ける、これ日本だけじゃないよね、世界中で結構あるよね、これ男性エネルギーみたいな感じ でこの努力をする、努力をしないと成功できない、成功しないといけませんみたいな、うわーみたいな、スパルタの鬼のね、なんかね、棒を持ってるね、鬼がいてね、あんた成功せんといかんぞみたいな、パシ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 いる、うわーみたいなね、よくわかんないね、この波動っていうか考えが世の中にはあるんですよね。でこれを毎回毎回、はいすいません、もっと努力しますみたいなペコペコやってると、実はそれが間違いで自分のためになっていない時っていうのがあるんですよね。これはもう本当に英語のアクセントは間違いなくそうだよね。ポイントはこの頑張らないといけないっていう時は、本当に自分が頑張らないいけないのか、それか今は実は頑張らなくていいのかっていうことを自分で掴まないといけない時期が絶対来るんですよ。ある自分が頑張らないといけないっていう時は自分で分かるから、今は頑張る時期だって、ね、それは辛いかもしれないよ。 でも中には頑張るのはめっちゃ楽しい時期もあるわけよ。もう朝起きて、何やってんの俺頑張るんだみたいな、なんでちょっと頑張るとかもう楽しくてしょうがねえみたいな時は、それはいいのよ、ね、でもね、なんか週末の、ね、土曜日ずっとなんか俺本当頑張らないといけないのに、ね、仕事もっと頑張らないといけないのに、あ週末もっと片付け頑張らないといけないのに、あースーパーに行ってちゃんとヘルシーなサラダ買うの頑張らないといけないのに、あ子供の子の面倒もっと頑張らないといけないのに、あ私本当に頑張らない、私はダメみたいな、わかる？それは間違ってるかもしれないわけよ。でちょっとこの話なんだけど、もしそれが間違ってたらどう、どんないい話、こんないい話世の中にあるんですかみたいなレベルの話じゃないかな、もし僕が今言ってるのが、ね、真実だったら、ね、頑張りたい時は頑張っていいんだよ、頑張らないといけないっていう時は自分で分かるって言ってるんだよ。でもこの余計なストレス、余計な不安、余計ないつも頑張らないといけないのっていうのが間違いで、もしそれを手放してよかったら、でそう逆にそっちの方が自分が成長する、自分がもっと幸せになれる、本当に自分のインナーも変化が幸せに出てくるし、アウター外のものとか、ね、自分が住んでる場所とかも変わってきて幸せになれるって、もしそれが事実だったら、真実だったらっていうことについてお話ししたいんですけど、やっぱこれはね、やっぱ話すときはストーリーね。I love storytelling. I love to tell you a story about a Native American boy who wanted to grow up to be a great hunter. 僕はね、ネイティブアメリカンのサバイバルの学校に行ったんですよね。でもちろんその中にはね、本物のネイビーシールズとかもいるし、でもそこはね、あのね、ナイフとか持ってギャーとかやるサバイバルじゃなくて、本当にね、この動物の人間として戦争とか争いとか環境を崩さないで、どうやってこの人たちとして自然と一緒に暮らせるのかっていうのを、僕は自分を見つけ出す旅、19歳卒業した時に大学じゃなくてそっちに行ったのね。でそこでいろんなネイティブの人、ネイティブアメリカン、ネイティブアメリカン、ネイティブインディアン、だからあのアメリカにいるネイティブインディアンの人たちなんやな、本物のアメリカ人やな。でその人たちがいろいろ教えてくれたので、そこにね、一つのお話があるんですよ。でそれはこの若者がいたので、このトライブの中に、でこのハンターたちのトライブの中で、この若者は夢はグレートなハンターになることが彼の夢だったんだよ。だからもう本当に8歳の時からね、もうハンターになりたくて、ね、パパおじさん僕は大人になったら大物のハンターになるんだみたいな感じでね、いつも子供の時から弓とかさ、自分で作ってさ、ピキンとか言ってブルルルとかってさ、もう本当にウルルルみたいな感じでさ、本当にハンターになりたかったわけよ。でこの子が12歳とかになってきて、13歳14歳になる、
で意外とその時もう弓とかも本格的になって、ね、もう本当に実際に鹿とかに刺さるような弓矢になってきたりするわけよな。でこの子が、ね、16歳になった時、ある満月の夜、彼はなぜかわからないんだけど心の中で声を聞こえたの。君、外に出なさい、ハントに行きなさい。 You must go on your hunt for the great elk. グレートなエルク、ね、鹿よりでっかいぜエルク、そのハントに行きなさいって心の中からビジョンのように声が聞こえたの。それを朝起きて、ね、早く起きてお父さんお母さんに言ったんだよ。こういう声が聞こえてハントに行きなさいって。で親も分かった、ハントに行きなさいって。で本当に自分一人でちっちゃな、もうリュックとかないからね、もう本当に生き残れるぐらいのもので、自然の中で食べるからね、ちょっとしたパウチに物を入れて自分の弓矢背負って、ね、森の中に行くわけですよ。で森の中に行って、ね、自分一人で深い谷に入って、で足跡を見つけて、 The great elk, you could hear the sound of the great elk, woo とか聞こえるわけよな、エルクの声が。でそれをフォローして、で夜は一人なんだけど、ちっちゃい火、焚き火をやって、ブランケットをこうやって、で焚き火を中に入れて、これであったと思って、で次の朝、次の日みたいな感じで、そのストーリーが続くわけなんですよ。である日、この若者が The Village で、トライブの Village TP とかあるところに、なんでっかいさエルクの皮と、こんなでっかいエルクの、ね、頭、骸骨を持って、ふっみたいに来るわけよ、ね、そしたらビリッジの人が ねおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんも、ね、みんなの町の子供、町の子供じゃないけどビリッジの子供じゃない、うわーって言って、おめでとうおめでとうって言って、お父さんお母さんできました、僕のこのグレートなハントができたんですみたいな感じでバーンって言って、それでみんなの ね食べ物になって、ね、その皮で立派なジャケットとか洋服ズボンもできるし、本当に嬉しかったんだよ。でお父さんも、いやお前本当よくやった息子偉いぞって、お母さんもあなたは本当に素敵な男になりましたねみたいな。でこれなんかさ、チーフが出てきてさ、おお若者お前は大人になったじゃーみたいな感じで、もうお祝いお祝いなんだよね。でここからストーリーが10年20年進むのね。でこの若者が36歳になってて、結構なリアルないい大人、いい男になってるわけよ、このトライブの。でその時に子供が一人いるのね。でその子はそのグレートな36歳の大人を見てて、僕もママ僕もハンターになりたいっていう、僕も彼みたいになりたいって。で彼はなんかいつも不安を持ってて、で6歳8歳10歳になって他の子供たちと遊ぼうとするんだけど、なんかうまく他の子たちと遊べないんだよね。で他の子はその子をからかうわけよ、あいつさうわってなって、俺絶対グレートハンターになっておめえらに見せてやるとか言うわけよ。で悔しいわけよ、彼も評価されたいの、村の人たちから、みんなから、ビレッジから、彼も愛されたいの、彼も他の人たちからお前よくやったよって言われたいんだけど、それを言ってくれた人が一人もいなかったんだ。で絶対俺はハントしないといけない、俺は絶対努力、もっと努力しないといけないんだって言って、頑張って頑張って頑張ってんだよ。でね、ある日彼が歩いてる時に、ね、16歳になったんだけど山歩いてるとバーンって転んじゃったの。何があったのって見たら、骨の病気で足首が悪かったんだよね。でこの子は気づいたのよ、どんなに頑張っても彼はハンティングができないんじゃないかって。すごい悔しかったんだよね。でね、その子が、ね、村に戻ったんだよ、 TP があるところに。そしたらもう本当にね、40歳近くになってたこの前の若者、この子供がハンティングをしてすごいハンターになった、すっごい力強い男が
彼を見て、彼が泣いてるのを見たんだよ。どうしたんだよって。俺はハンターになるはずだったんだよって。みんなに成果を見せて、みんなから愛されるはずだったんだよって言ったんだよ。じゃあこのハンターは何て言ったと思う、その子に。お前な、これからはハントなんとかしなくてもお前が愛されてる時代なんだよ。これを気づくことなんだよ。で、これからの仕事はもうハントなんてしなくてもみんなが愛されているっていうことを気づかせるための時代が来てるんだよ。あなたは今のままで十分なんだ。あなたはハントなんてしなくても認められてるんだよ。これがこの本人が分かるのはすっごい難しかったんだって。外で努力して成功したらやっと愛されるって。でもこの繰り返しをやっている限り、ありのままの自分、今の自分の美しさ優しさを見えることができなかったんだよね。だからこのグレートなハンターが若者に言ったのは、自分のティーピーに戻りなさい。自分のティーピーの中を片付けなさい。きれいにしなさい。自分の周りの人たちを愛しなさいって言ったんだよ。だから、この成長するためにいろんな重い荷物を持って、もっと努力して努力して頑張らないとっていうことではなくて、その重い荷物を外していく。今自分がいる場所、自分のティーピーを少し良くしていく。自分が気持ちいいなっていう場所、自分のティーピーから出て、芝生の上かもしれない、裸足で立つかもしれないよな、太陽が当たってるところで風を、ね、髪で感じて皮膚で感じる場所かもしれない、自然といる場所かもしれない、そこで笑顔をする。そこをすると努力した後に得れる結果を今体験することができるんだよね。すると自分は上がっていくっていう話なんですよ。なのでこの英語もそうだよね。アクセント頑張って、アクセント頑張って、ああお前アクセント上手くなったね、そう俺アクセント上手くなったんだ。アクセント上手くなっても英語とは関係ないしな。英語話せるようになったんだって、そっちの方が重要だよな。こうやっていろんな外の成果、仕事とかもしれない、そういうところも大切で、自分でやりた、やっちゃダメだよって言ってるんじゃないよ。過去のように外のハント、外でビルを建てる、外で会社を立ち上げる、外で3億円を稼ぐとか、そういう時代、今は自分を磨いていく、他の人をありのままの人を愛して大丈夫だよって言って、自分も大丈夫だよって言って、 That strength, that courage to be who you are、 そこに勇気が必要なんだよ。だハントで辛い夜で一人ぼっちで怖い崖の上でハントするとか、怖い中でなんか新しい会社だってやりたければやればいいんだよ、楽しかったら。でも今のままでいいんだっていう勇気もね、でこの考えは違うなって、周りの人がこの考えはみんなこうだって言ってるけど実は違うんじゃないかと思ったら、ちゃうんやって言って No thank you って切るとか、自分の考え、あれこの考え俺の役になってないぞって思ったら、いや自分これ変えんといかんやって、その努力やな、それがものすごく、それをやっている人たちがこれからはものすごい輝いて上がっていくと思うんだよね。でこれはもう日本だけじゃなくて世界中にこのムーブメントっていうの、変化、もうメトリックスみたいなのが出てると思うんだよね。これがもう本当に令和で最初に、いやぜひ僕はもう僕は個人的にフォーカスしていくところで、みんなにもぜひ一緒にフォーカスしていって、お互いを大切に、
お互いを許して、お互いを応援して、お互いを差別しないで、で真実と向き合って、ね、ハートを開いて生きてこうぜっていうメッセージです。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. でちょっとねごめん、本当に余計なことなんだけど、今フライトプログラムっていう、まあ、Lift、 自分がこうやってね上がっていく、この風問題っていう風が吹いてる時にパッて身を開くね、開くとこの風を掴んで上がっていくことができるんでね、その問題が自分に必要なことを教えてくれるようになって、でそのフライトプログラム、自分が本当に気軽になって楽になって上がっていくっていう、今ちょっとこのコースをね、夏までにはちょっとローンチできると思いますので、本当にねこれで英語も多分ね、マジ本当に楽に話せるようになるし、英語だけじゃなくていろんな分野でこういう怖いところをなんか自然に怖いのがなくなっていって手放していけるようになる、で本当に自由になって、ね、お互いを大切にしながら地球を良くしながら生きていけるっていう時代がねやっと来たと思うので、ね、一緒にやっていければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys and I'll see you next week. で、なんか質問があったらぜひ LINE でね質問していただければ嬉しいです。 I love you guys, thank you.